まあ、皆さんですね、ゆっくりということは知ってますでしょうか。まあ、コメントにもね、これゆっくりゆっくりって書いてあるんですけど、まあ僕はトークは早いじゃないですか、どっちかっていうと。なんで僕のトークの速度じゃないんですけど、まあゆっくりというのはですね、こちら。まあ皆さん見たことありますかね、これ一回ぐらいは。まあネットをやってる人、特に昔からやってる人だったら一度は絶対見たことあるというか、まあこんなもんだってもう8年ぐらい前からあるでしょう。まあそれぐらいもう文化の古いね、昔からあるネット財産なんですけども。まあこれゆっくりしていってねっていうね、キャラクターたちなんですけど、まあこれが今ね、世間を騒がしてるということで、まあこれね、ゆっくりしていってねということで、まあゆっくりしていこうかなと思うんですけども。こんな感じでですね、これ僕バージョンなんですけども、まあこう、ネット配信とか、まあ、動画とかでね、左下、右下にこのようにですね、キャラクターを置いてですね、まあなんか動画の解説をしたりだとか、ゲーム実況したりだとかっていうのが、まあ流行ってると。この、動画スタイルはですね、このゆっくりを使った動画スタイルは基本的には、音声合成ソフトというものを使えます。で、それは一体どういうものなのかと。それちょっと一回ね、今試しに使ってみようと思います。こんばんは。これです。はい、まあ、このようなですね、ソフトを、使ってですね、基本、動画を投稿すると。こんばんはこれです。もうちょっと遅いかな。こんばんはこれです。もうちょっと遅いかも。こんばんはこれです。うん、まあ、こんな感じだね、大体ね。一応ですね、先に言っとくんですけど、このね、音声ソフトはですね、生放送とか動画に使用するにはですね、ライセンス買わなきゃいけなくて、僕はこれをするためだけにわざわざ6800円払いました。これね、実はね、勝手にね、動画、特に収益化している動画には使ってはいけないというね、利用規約もあるんで。でね、僕がこれ使ってるからって言って、タダで使うととんでもないことになりますよと。まあ、そんなことはどうでもよくて説明していきましょうか。今日はゆっくりにもね、協力してもらって説明していきましょうか。じゃあ、まずはね、これね、皆さん、うわ、長いな、読むの長いな、手伝ってもらおう。はい、まあ、まず何があったのかと。このタイトル、ゆっくり茶番劇商標登録化炎上騒動と。これはですね、先々日の5月15日に、まあ、起こった、ゆっくり茶番劇という、この文字ですよね。この文字がですね、勝手に商標登録されて、この文字をね、まあ、例えば動画とかのタイトルに使うにはですね、年間10万円が必要になると。はい、とある人物から発表されて炎上しました。で、この商標登録って何っていう人が多分ね、いっぱいいると思うんで、これはちょっと、ゆっくり、これはどういうことなんだろう。登録は早い者勝ちで、僕のものなので他の人は勝手に。使わないでね。使う場合はちゃんと僕に許可を取ってね。お金を支払ってもらう場合もあるよ。ということなんですよ。で、この、まずじゃあ、ゆっくり茶番劇っていうのは何なのっていうの、これはですね、人気同人作品、まあ、東宝プロジェクトから派生した二次創作であると。まあ、人気キャラの、霧雨マリサ、白麗霊夢がデフォルメされた姿で、音声合成ソフトで寸劇を繰り広げるもの。まあ、これだね、この二人だね。この二人。僕が邪魔だね、僕が。うん。だから、つまりですね、誰のものでもないんですよ。もうそういうネットの文化みたいなね。ただですね、こちらの商標登録をした人が、まあ、ゆずはしという、まあ、今回ね、重要な人物だったそう、ゆずはしが、まあ、一応ね、言ってるこのゆっくり茶番劇っていうのは、まあ、そもそも、まあ、このキャラクター、この二人を使わなくても、この音声合成ソフトを、用いて制作された動画すべてゆっくり茶番劇に該当すると。まあ、これは別に正直どうでもいいんで、まあ、飛ばしますけど。でですね、まあ、この東宝プロジェクトの原作者である、これ、ズン氏がですね、ガイドラインさえ守れば、そもそもこれは誰でも使えるものだと。だから僕もね、これはモザイクかけずに使ってるんですけども、まあ YouTube やニコニコ動画を中心に一大人気ジャンルになっていたと。まあ誰でも使えるものなんですよと。なんだけども、今回問題になってるのは、そのゆずはしが東宝プロジェクトの関係者でも制作者でもない、全く関係のない人物にもかかわらず、勝手に自分のものだと主張して商標登録してしまったということで大炎上してると。うん、よくわからない人にじゃあ説明すると、これリスって言葉あるでしょ？僕の生放送から派生した言葉じゃないですか。これこれリスナー。これこれの生放送を見てる人をこれこれリスナー。略して、これリスという。このこれリスを全く関係ないじゃん。コムレンジャー。コムドットのファン。コムレンジャーが商標登録しましたと。これリスっていう言葉を。すると、コムレンジャーは、はい、じゃあ今日からこれリスを名乗るには10万円かかりますと。なので払ってくださいね。とって言ってるようなもんなの。今回。簡単に言うと。この商標登録っていうのはすごいちょっと難しい話になるんですけども、まあ、申請しなきゃいけないと。で、弁義士だかな弁義士かなんかに申請して、まあ、その商標登録するんですけども、去年の10月に申請していたと。で、3月に受理されました。そして、5月1日に、制定されましたと。この商標登録っていうのは、まあ、異議申し立てができますと。これは、あなたのものじゃないですよね、みたいな。まあ、できたんですけども、公にされていなかったので、誰もね、ゆっくり茶番劇を商標登録する奴はいないだろうと思っていたがため、誰も異議申し立てもすることなく、制定されてしまったと。で、まあね、ここからなんですけども、この、まあ、ゆずはしという人物、まあ、じゃあどんな奴がこんなことをしてるんだと。まあ、プロフィールがあるんですけども、まあ、YouTube 登録者数22万人と。このようにですね、今はプロフィール変わってるんですが、最初の段階、だから炎上当日の、Twitter のプロフィールはこんな感じで、UUUM、これはクリアス、UUUM クリアス所属と、まあ、書いてあるから、まあ、やっぱりですね、これ見た人はやっぱ勘違いしてる人も多かったみたいで、UUUM 所属の YouTuber なんじゃないかと。UUUM 所属の YouTuber がこんな泥棒みたいなことしてるんだということで、まあ、UUUM にすごい問い合わせが来たんですけど、これはもともと、例えばこの UUUM クリアスっていうのは申請すれば誰でも入れる。情報共有やサポートツールを提供してくれるサービスだったと。だから別に UUUM 所属でも何でもないですよと。こちら、ゆずはしが、所属してる事務所みたいなのなのかな、こういう.live。まあまあ、これはですね、ツイッターで、所属ライバーゆずはにつきましては、所属契約との違反が認められたため、警告処分としましたと。まあ、だから炎上を経てですね、事務所から警告処分を受けてますよと。この流れでなんですけど、このゆずはしの YouTube の最新動画が、なぜかね、僕の動画だったんですよね。なので、最初炎上当日は、コレリスが、なんかこういう悪いことをしてるんじゃないか。商標登録を使って、財産を泥棒してんじゃないかと。まあ、一時期そのコレリス、が風評被害を受けてたわけですよ。まあ、それがこれなんですけど、まあ、この動画が炎上きっかけの動画ね、これ。で、その下がこれなんですけど、なんかこの人はですね、僕が YouTube ライブで使ってる BGM はこれです。で、その BGM を30分間繋いだ耐久動画を投稿したんですよ。まあね、まあなので最初コレリスを疑われてしまったっていうね。で、まあこんな経緯がありましてですね、次の日、まあ商標登録に関与した。これ弁義士、さっき言ったと思うんですけども、まあそういった人を使って申請するわけですよ。まあなのでね、これ特許事務所。まあ、ここがですね、ここと一緒にまあ、商標登録したみたいなんですけども、はい、に、まあ、爆破予告が届いてしまうと。まあ、一応商標登録に関与したということで謝罪はしてたんですけども、まあ、このゆっくり茶番劇っていうのにそもそも認識があまりなかったと。インターネットで調べてもそんなになんか有名な言葉じゃないと。有名な言葉じゃないから、商標登録したいですっていう申し立てがあったんで、まあ、あまりね、大して調べもせずに、まあ、やってしまいましたよと。まあ、ただ、ちょっとこれに関しては、まあ、責任が我々にもあるんで、で、無効裁判にします。無効裁判じゃ、無効審判にする可能性があります。で、またこの甲斐特許事務所の最寄り駅、ユーカリが丘駅にも爆破予告が届き、一時運転を見合わせになると。この辺に関してはちょっとやりすぎなような気するけどね。ゆずはしがね、所属していた、こういう.liveの、まあ、管理会社とか、近隣住民への声かけを行う迷惑系な YouTuber がいたりもしていたと。まあ、これは Twitter で注意喚起してましたよと。まあ、こういう感じで、まあ、だから、勝手にね、このゆっくり茶番劇という文字をね、自分のものだと主張したがために、こうなってしまった。で、このゆずはし、まあ、これを受けてですね、まあ、さすがにこれやばいなと思ったのが、ゆっくり茶番劇という文字使用に年間10万円支払わなきゃいけないというのを、まあ、撤回したと。無償でできるようにしますと。なんだけども、これもまたね、ちょっとね、法律の話になってくるというか、この使用料は無料になったんだけど、そもそもでも商標登録がされたままなんですよ。で、このされたままで5年経過してしまうと、まあ、無効審判の請求ができなくなってしまって、ゆずはしがゆっくり茶番劇という商標をずっと持っておくことになってしまう。で、5年経った後は、じゃあまた金銭要求することも、まあ、可能性としてはありますよと。まあ、あとはね、そんな、本人が、まあ、自分の代理人のマンションとかに、まあ、なんか実害があったという報告ツイートをしたりだとか、この件が、ニュースゼロで、まあ、取り上げられたりだとかね、まあ、していたという話なんですけども、簡単に説明すると。一応ね、補足として、歴史がありましてですね、そもそもこの商標登録っていうのは、今に始まったことじゃないんですよね。この問題っていうのは。まあ、もともとですね、まあ、こんな感じで、まあ、ざらーっと紹介しますけども、商標登録。まあ、特に多分ここら辺かな？みんなが知ってるのは。多分ここら辺はね、古い話なんで、あまり知らないと思うんですけど、このピコ太郎のさ、PPAP っていう、多分あったと思うんですけど、I have a pen! あーんってやつ。あれもですね、PPAP というのがですね、勝手に表彰登録されて、まあ、一時期ちょっと問題になったと。ピコ太郎が流行らしたんですけど、まあ、第三者に取られて、困ってますと。まあ、ただこれ前数年後に取り消しになってるという前例があるわけです。まあ、なんで多分今回も、ゆっくり茶番劇っていうのは、まあ、今はそのゆずはしのものになってるけども、多分、いずれ取り消しになるんじゃないかなと。まあ、あと YouTuber もそうなんですよ。この熊クッキングっていう、まあ、YouTuber がいましてですね、ちょっとエッチなお姉さんなんですけど、まあ、その熊クッキングさんっていう方の熊クッキングっていう文字を勝手に商標登録されてトラブルになっていたと。なので、早い話がやっぱ有名になるとですね、その自分の名前すらも、やっぱりこう、ちゃんと商標登録しておかないと、後々になんか変なトラブルに巻き込まれかねないよっていう話なんですよ。キャラクター消せって。せっかく書いてもらったのに。そう、片っ端からな、泥棒されてしまう。で、これね、制度が良くないんだよね。この表彰登録っていうのは、早い者勝ちなんですよ。早い者勝ちでできるからこんなことになってしまう。まあだからね、もしかしたらこれリスっていうのをね、誰かが表彰登録して、もうお前これリスなのじゃねえみたいな話も本当にさっき冗談で言ったけど、もしかしたらあるかもしれないという。まあだからこれはね、やっぱりね、まあ俺にも取り上げろってね、まあ正直これはまあ面白い話じゃないですよ、正直。説明して思ったけど。まあ、だからあんま取り上げませんでしたけど、今まで。やっぱりみんながこうやって騒いで、良くないよねって、お前、ちゃんとしろよみたいな風にみんなが声を大にして言うことによって、まあ、結局みんなが動くわけですから、まあ、いろんな人がね、取り上げて、で、ゆずはしがね、改心してね、まあ、商標登録の取り下げと、まあ、で、今回のこの騒動に関する謝罪をしない限り、まあ、多分ずっとね、炎上し続けるんじゃないかなと。すみません、僕ね、滑舌があんま良くなくて、商標登録って言ってるんだけど、表彰登録ってたまに言っちゃうんですよ。まあでもこれさ、なんだろうな、なんかこう炎上すると毎回なんか、なんていうの、爆破予告みたいなするやつって頭悪いの爆破予告だとかさ、行き過ぎた誹謗中傷してるやつ。これ逆にやられるからね。いくら相手が悪かったとはいえね、爆破予告してる時点でもうお前の方が悪いってなっちゃうからな。しかも誹謗中傷に関してはね、なんかいちいち訴えてこないだろうって思ってるかもしれんけど、こんな騒動起こすぐらいやからね、してきそうやけどね。すごいね、でもさ、利用規約さえ守れば誰でも使えるコンテンツというかこう、ね、その言葉。勝手にね、商標登録して俺のものだって主張するの、やばいね。しかも10万払ってねって、もうジャイアンでもしないレベルやと思うけどな。これ炎上しても当然だよ、これは。ネットのなんかこう、ユーザーみんなでね、作った言葉だからね。独り占めってのは無理があるよね。ちなみにですね、僕この件でですね、これこれという言葉をですね、ネット部門で商標登録することになりました。なぜならですね、なんとL からですね、これこれを商標登録しました。これこれを商標利用される方は、10万円払ってくださいって来たからです。これマジです、これちなみに。この件のせいで、僕いらぬ仕事せないけんくなった。でもね、これね、いろいろ調べたんですよ。みんなしてるのかなって。じゃあ有名な YouTuber さんみんなしてるのかなって思って、見たらですね、結構意外にみんなしてたんだよ。で、俺これこれって文字使えなくなるのは結構自分の活動において、まあ、ちょっとデメリットありすぎるなと思ったから、まあこれはもうね、今も申請中というね。そう。だからね、やっぱ有名、まあこれはまあ正直でも有名な人向けの話であるんですけども、取られてしまうよねっていう自分が、確実にこれこれっていうこの文字は俺が流行らしたと思っとるから、さすがに。ねえ、っていうことですよね。うん。ヘズマ流の方がマシ。あ、それはまあ、でもヘズマさん捕まってますからね。どうなんでしょう。どっこいどっこいってことだよね。はい。